店名の由来。店名の由来は、意外とそんなにメッセージ性はなくて、もともとなんだろうな、結構シャープな感覚の名前をつけたかったんですけど、この吉祥寺っていう街であんまり尖りすぎた名前をつけるのも街に合わないなっていうのが結構イメージの中であって、それでまあいろいろ考えていくうちに、まあ、スリープとか、なんか、まあ、今の店名にあたるスヌーズとかいろいろ考えてたんですけど、まあスヌーズとかだとカジュアルだけどどこかなんて言うんだろうな、斬新さっていうかちょっと洗練された雰囲気があるっていうので、まあそこら辺二人でね、話し合って、で結局今のスヌーズに落ち着いたっていう感じですね。なんで本当に特に深い意味はないんだよ、ボロな感じはします。でまあ吉祥寺で店出したっていうのも、もともと吉祥寺の古着屋で長いこと僕働いてたんで、なんかそれもあって、まあなんだろう、中学の頃からお互い吉祥寺とかよく遊びに来てた街だったんで、結構馴染みがあるというか、どうせだったら知ってる街で、なんかなんだろうな、吉祥寺の他の店とねいい関係性築いていきたいなっていうのもあって吉祥寺でやることにしました。じゃあ次は原田が、店頭にある商品で一曲、おすすめをピックします。じゃあ僕からは1990年製のアメリカ製リーバイス501を紹介します。なんといってもこの色落ちがすごい綺麗だなって思います。90年代とかだとインディゴの色落ち、このブルーの色落ちがぼやけてるものが多いんですけど、しっかりとヒゲって言われるような色落ちが出てくれているパンツになってます。でサイズも実寸は3430、日本人だとすごいゴールデンサイズって言われるようなサイズです。おすすめ。じゃあ次は自分がおすすめの商品一着をピックアップしたいと思います。お願いします。自分のおすすめはこれですかね。1990年代のアーベーシングエッグの、まあ、ミリタリージャケットサンプリングですね。まあエイプって、まあ、2号がいた時のやつで、 M65 っていうフィードジャケットをチョコチップカモっていう本来だったら存在しない柄のバリエーションで作っていて、これのやっぱりすごいところっていうのは、これが作られたのは90年代、まあ本当今から30年前かに、この現代でも通用するような完成度の高いアイテムを当時作ってたっていうのが、やっぱり裏原ブランドのね、すごい魅力なのかなっていうふうに思うので、僕と相方の花もまあアメリカの商品も好きですし、結構裏腹乗りのねこういった商品も好きで店頭には結構置いてるので、まあ吉祥寺に意外と置いてるところは少ないかなと思うので、ここら辺好きな人なんかはうちにぜひ見に来てほしいなと思います。以上です。接客について心がけてることは、まあ、お客さんと会話している中で、やっぱりお客さんもだし自分自身もなんか一緒に楽しんでいけるような空間にしたいから、そういう会話もなんかちょっと楽しみながら、エンターテインメントじゃないけど、その中で古着をもっと好きになってくれたりとか興味持ってくれるような接客を心がけてます。